はい、えー「ハゲタカ」という動画のレビューを送っていただきましたね私もこれ見ましたアマゾンプライムでいやー面白かったですねああいうの好きなんですよハゲタカねかなり燃えましたねでこの映画が好きだったらきっと吉田さん、えー、草薙さんのね草薙剛さんの出てきた「ゼニの戦争」っていうのもきっと 気に入っってくださるんじゃなかったかなかかたと思いますよゼニーの花だったかなゼニーの戦争なんかお父さんが借金を作って死んでしまってその後を継ぐために草薙さんがね演じる息子さんが頑張るって話なんですけどもあの借金をかなりね多くの人にしてお父さん亡くなっちゃったんですよ。でその借金に対してあのいろいろ揉めてる中でね 草薙さんが「おおし俺が払ってやろう!」みたいなところからストーリーが始まるんですけども最終的には莫大な富を手にして終わっていくんですよ。その草薙さんっていうのはねやっぱり特技があって記憶力のすごくいいっていうのがね一つの武器になるんですよだからね私たちもその映画に見習うわけではないんですけども記憶力もない継続力もない特別な情報を持ってないと。でなんかのスキル特別なスキルもないとこんな内々尽くしのままで突破できるわけないんですよ で私たちが今からですよ今から何かことをなせるとしたらやっぱり継続すする量だと思うんですよね、うん、暗記力に自信がある方はそれを生かしてもいいと思いますけども、まあ、何もないなと思うんだったらこれれからら始めるるももののは量産とといいうものだけに限られると思いま是非ねこの量産というものをマスターしていただいて情報発信の力を手に入れていただきたいと思います。 本当にそれだけでございますじゃあ今回はですね短いですけども以上にしましょうかね。じゃあやるっきゃないと。